こんにちは、こんばんは。アップロードはどうなってるか分かりませんが、3日連続でこのワールドに来ています。今日はケンさんをこのワールドに連れてきて絵を描かせてみたいと思います。はい、ケンさん、どうやって描くのこれ。これ置いていくの、ドットを。そう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 、ドット置いていくだけ、ぴょんってサンプルイラストがどんどん変わってるよね。毎日更新されてるよ。サムネも変わってたよ。ちょっと待って、これ消すのどうすんのこれ。上から違う色、白、上から白とか。皆さん、これはローカルですので、皆さんにも私たちにもケンさんが何を描いてるか見えていません。作品は展示されるまで見えませんので、ケンさんが何を描いてるかは皆さん想像していてください。ローカルなのでケンさんが描いてる時にも私が描いても邪魔にはならないんです。私が描いてるものは皆さんに映ってると思います。あ、全然下が足りねえよ。これこれは難しい、もっとい全消してできないのこれ。左の赤にセットをする。あ、できるんだ。多分あのココさんが邪魔で見えないと思うんですけど、リセットがある。ここにどこ、あ、これか。あ、ここだ、リセット、リセット。うん、じゃあ私もリセットしたい。あ、ほんとだ。あ、何書こうかな、私。じゃあ、私はケンさん書きますね。え、なんで？ケンさん書きますね。今日のケンさん、着替えないでね、そのままにしてて。ケンさん書くので。ドットがずれちゃう。なんで？ずれるよね。うん、ずれるずれる。私、ケンさん書きます。皆さん、私、ケンさん書きますので、いいですか？私、ケンさん書きますのでね。私ケンさん描きますよ。髪の毛、髪の毛ないんだよな、ケンさんの。じゃ黄色にしよっか。茶色がいい、ケンさん髪の毛何色がいい？王道、そういう色がないんだけど何色がいい？黄色？黄色？オレンジ？ピンク色がいいんじゃないですか。じゃあピンクで。じゃあケンさんの要望で髪はピンクにします。あ、オリボンがグリーンですね。皆さんいかがでしょうか。これケンさんに見えますよね。書き終わってからパブリッシュを押すんだ。システムがちょっと変わったケンさん書いた？ケンさん書いた？書き直し。思ったよな。あれ書けないな。私結構可愛いケンさんになってきてますので、ケンさんあのきっと喜んでくれる感じですよ。私びっくりすると思います。私が書いたケンさん。このねポイントは。肩口のフリルをちょっと頑張って表現してみましたので、はい、スカートは黒ですね。はーい、は、皆さん、私できました。ケンさんとモッキュンさんには、あ、私雲のままだ。皆さん、できました。やっぱり私プロの絵描きなのでその辺早いんです。すいません。今日のケンクスさんを描きました。残念ながら髪の色は同じものがなかったので、ケンさんの要望でピンクにしてくださいということでこれにしました。いかがでしょうか。あ、そうだそうだ、お手手もじゃあちょっと、そうですね、じゃちょっと間違えた。ノースリーブですので、はい、そして手に黒いカフスがありますので、カフスも表現しておきました。皆さんいかがでしょうか。私が描いたケンクスさんいかがでしょうか。今日も素敵な芸術作品。あ、すいません、お帽子かぶってたんですね。お帽子だけちょっとじゃあ最後に、すいません、お帽子だけ、お帽子だけね、ちょっと可愛くつけときましょうね。はい、できました。皆さんいかがでしょうか。私が描いたケンクスさんパブリッシュをしたいと、え、パブリッシュじゃなかったっけ、書き終わったらどうするんだったっけ。え、書き終わったらパブリッシュ、書き終わったらパブリッシュに変わりますよね。な、だから昨日スタッフさんできなかったんだ。システムが変更されたみたいですね。ちょっとシステムが変更になって、うん、絵を書き終わったらパブリッシュというボタンを押したら大丈夫だそうです。で、勝手にじゃあ、あ、できてきました。やだ、できてきました。すごい、できてきました。早くなってます。3日連続で来たんですけれども、たった3日の間にものすごく進化されてます。このワールドすごいです。人気が高いのもわかるんですけれども、その人気にあぐらをかくことなく
もっとよ、もっといいワールド、もっといいワールドということで、どんどん良くなっております。左のパブリッシュって押してください。押しました。パブリッシュ。あ、押しました。あ、もう終わったんですか、うん、もう行ったんですか、うん、私。皆さん、僕まだ3分の2行かないんですけど。皆さん、私ここに書いてる絵とこれとなんでこんなに違うんでしょうか。違いますよね、全然ね。あれ？バグってるかもしれませんけど、それはそれで芸術作品ということで、こっちに描いてる絵とこっちに描いてる絵違いますよね。この動画の方はこっちの私のケンさんの似顔絵が見えてると思いますが、あれ違いますね。これ下からちょっとずつちょっとずつ描かれてるけど、これ前はそうじゃない、昨日までと違って、うん、でもなんか違う、これでも早くなったんですよ。前はノットを打ってた順にこっちが更新されてて、そうそう、うん、まとめてなんか違うぞ、こっちとこっちがなんか違うぞ、皆さんこっちとこっちが全然違うんですけど、私ここにケンさん書いてますよね、誰かのやつがっていうことは、私のこのケンさんを書いたものは多分皆さんしか見てないということで、まあ、動画で見てください。こちらがケンさんでは、ケンさん動画で自分がどのように書かれたのかは動画でご覧ください。え、なんか全然、あれ、私こっちに書いたものとこれと、あれ全然違います。使ってる色は全く同じですね。配置が違う。なんかもうこれブレンダーのベンチマークを見てるみたい。ずれちゃってるんですね。なんかでもこれはこれで新しい芸術作品が生まれようとしています。私が描いたものを何かが違うものに変換するという新たな芸術がここに生まれようとしております。歌っぽい、面白い。自分も同じものがレンダリングされてますよ。私全然違うよ。こっちに描いてるものとここと今全然違うものが出てきてるよ。へー、色は同じ、使ってる色は同じだけど配置が違ってる。だから動画見てる人だけしか私のこの芸術作品をご覧いただけない。ケンさんの残念の感じの、あれどうしてですか。一緒に描いたから、ケンさんと。なんですかね。そんなことないよね、一緒に描けるもんだって。まあ、これはこれで、皆さんどうで、皆さんどうですか、これ。なんか全然、全然こっちとこっちと、もうケンさんには動画で、似顔絵確認していただくしかないですね。ケンさんを描いたんですよ。帽子まで再現して、腕のカフスまで再現して、お洋服の肩口のフリルまで再現した私の作品が、よん、あ、お腹出てるのにお腹の表現忘れてましたね、申し訳ありません。あ、皆さんご覧ください、半分半分になってる。真ん中からこうケンさんをが半分半分になってます。私ケンさんを一人描いたのに、ずれてます。あれ？もう一回描き始めました。あれ？もう一回。なんで？一回読み込んでもう一回描き。もうなんか同期ずれですね。あ、やり直してます。同期ずれしてるんだ。あれ？でもそれでも違う。それでも違う。面白い。動画的には面白いですけど。なんか違うものに、またさっきのはさっきので面白かったのに、何がですか、何がのどうですか、何がどうですか、いや何がどうですか、あ、もうちょっとで終わった、終わりました。私書き込まれてるはず、どこ、じゃあケンさん書き終わったから一緒に見に行きましょう。ケンさんが終わってから一緒に見に行きます。まもなく私のは終わりましたけれども、まもなくケンさんのも書き終わりますということで、どういうことになりますか。終わった。じゃあ見に行きましょう。じゃあ見に行きましょう。どこだろう、どこに飾られてるだろう。ました。じゃあケンさんと私の作品を、うん、見に行きたいと思います。私はケンさんを描きました。ケンさんは何を描いたんでしょうか。見に行きたいと思います。わー、増えてる、すごい増えてる。どこだろう、
こっちですね。じゃあケンさんの作品は一番奥かな、一番奥ですか。ケンさんの作品どこですか。わあ、昨日からすごい増えてる。ケンさんの作品どこですか。あれどこですか。あら、ないよ、ケンさんの作品と私の作品、ね、あったあったあった、これ、あ、ケンさんの作品が、ケンさんの作品これでした、皆さん。あ、ちゃんとあの時書いたあれに見えるよ。え、うん、丸丸虫でしょ、丸丸虫でしょ。え、これなんすか。いや、丸丸虫じゃないんだけど、構造構文ってこれですか。え、どうして私 S がついてるんですか。違います。え、こんな絵じゃないです。違う人になってる。え、私描いた絵これ S 構造構文さんがいるんじゃないですか。私ド S ですか。私ド S ですか。え、こんな絵じゃありません。そして私の絵をはじゃあ動画でご覧くださいということで。やだ S。 でもなんかすごい芸術的ね、こうやって見たら。うん、ということで、ケンさん、私が描いたケンさんの似顔絵は動画でお確かめください。お願いいたします。はい。でもみんな上手、ほらめっちゃ上手みんな。うん、うん、ドット絵はドット絵の、ね、技術があるよね。やっぱりそうなの、ケンさん。私なさすぎるかも、技術。僕が描いたコクマとココさんが描いたクリスティンなの、ね、見に行ってませんか。私クリスティン描いたの見て、うん、ケンさん、私のクリスティン見て。うん、どこどこ。あのモッキュンさんが描いたココクマと私が描いたクリスティン、すんごい歩き方をご覧ください、うん、皆さん、ケンさんのすんごい歩き方をご覧ください。やっせ、ケンさんのすんごい歩き方をご覧ください。挨拶したのに、これはひどくないですか。ほら、そっくりでしょクリスティン。そっくりでしょケンさん、上手でしょ私のクリスティン。これ僕の描いたコクマ、これモッキュンさんのココクマ、上手でしょ。これは頑張ってますね。うん、え、これは頑張ってる。どういうこと。私のココさんの描いたファントム、んこれファントムらしいですよ、ほら、そっくり、そっくり、鉄拳じゃないですかね。あ、そっくり、鉄拳、確かにちょっと鉄拳似てるね。うん、クリスティもそっくりよ。みんなすごいね。味はありますけどね。すごい味。褒め言葉になってないので、それ褒め言葉。やっぱりドット絵にはドット絵の技術があるのかしら、うん、みんな上手だもん、すごい、ほらすごい上手。せっかくなのでお名前と作品を写しておきます。すごい、すごい上手。これは漫画ですか。うわー、ハートを描いてる人多いですね。わー、上手。あ、これすごいシンプルで可愛い。上手、すごい上手。めっちゃみんなうまいやんね。上手、すごいカラフル、すごい綺麗、上手。これね、皆さんきっとご自分でやられるといかにすごい作品だなっていうことがわかる。うん、あ、これなんて背景をレンガに同化させて、まるでキャラクターが浮き上がってる。ナイスアイディア、すごい、この人天才。すごーい、めっちゃみんなうまい、すごいですね。オリジナリティ、なんか空いてる壁があるのはなんでだろう。すごいね、このアセット。なんかバグっちゃったんじゃないですか。でもすごいね、このアセット作れるって。ということで、3日連続来た記念に、今回私この中で一番を選ばせていただきます。一番好きなの、私の一番大好きな作品を一つ選んでみました。もう釘付けになりました。こちらです。すごくないですかね。シンプルなのにすごい可愛らしさも表現されてて、私もこんなドット絵描けるように頑張りたいと思います。可愛い。あー、そしてこれも好き。
これもいい。あ、同じ人さっきと。これもいい、すごい。この人天才です、すごい。モッキュンさんこれ、モッキュンさんこれ、モッキュンさんの位置、これもすごいね。これだけですごい焼き芋の感じが、蜜が出た感じとか、うん、すごいすごい、すごいです。この人も天才です。たった3色で、そう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 、たった3色で、このちょっとちょっと足してるオレンジがいいですよね、蜜の感じが出てて、うん、なんかドット絵楽しい、ピクセルアートのなんか楽しみが分かってきた。すごい不自由な中でシンプルでいかに表現できるかっていうね、すごい、うん。ケンさんの1位はどれ？ケンさんの1位はないの？ケンさんすごいなと思ったの。うまいなと思うのはどうだろう。私のでいいですか、じゃあ私でクリスティンで。うん、あ、1位はクリスティンでいいですか、じゃあそれはクリスティンで。この辺でいくと、うん、ダメなのね、うん、ダメみたいです。これ綺麗ね。あ、ケンさんのベストオブケンさんはこれです。カラフルですね、うん、うん。これなんかなんか少ない情報で、うん、広大な風景を描いてる感じがする、うん、少ない情報で広大な風景を描いてる。ケンさんもすごい、ケンさんアート好きなのでケンさんが認めた作品、これもすごいね、確かにわかるもんね。海辺の灯台じゃないですか、これ。全然違ったです、ね。うん、うわ、いちごだ、すごい。奥さん向こうに視聴者の皆さんが好きそうな絵があります。視聴者の皆さんが好きそうな感じの、こっちです。何何何何何何、ここ VR の視聴者さんが好きそうな、ちょっとどういうことでしょうか、説明していただかないと、モッキュンさん人気落ちますよ。うん、どういうことでしょうか。いや、だって昨日のうんこ動画すごい大爆笑じゃないですか、皆さん。そう、モッキュンさんの名誉のために言っときますけれども、決して視聴者さんのことうんこって言ったわけじゃなくて、なぜかうんこの話題が出てくると皆さんがすごい喜ばれるので、視聴者さん喜ぶんじゃないですかという意味ですので、はい、じゃあこのミー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 という方にお礼言いたいと思います。これからもうんこいっぱいお願いいたします。ということで3日連続でこのワールドに来ました。今回はこちらのケンさんの作品、それすごい上手、ケンさんの作品を展示されました。これからもまたちょくちょくこのワールド来たいと思います。皆さんもよかったら、私のはなんかちょっとバグってしまって、なんかちょっと違う感じになりましたけれども、うん、私が描いた芸術作品は動画でお確かめくださいとケンさんにはお伝えしましたところで、動画終わりたいと思います。最後までご覧いただきまして、期待しておきます。ありがとうございます。ケンさん、カメラあちらでございます。最後までご覧いただいてありがとうございました、はい、それではまた。どうして私は S になったのか、キャーのキャー。やっぱり連続できてるからちょっと傾向が出たんじゃない、私 S の。